バリー・ボンズは、全、ポジションで最多の12回シルバースラッガー賞を受賞している。シルバースラッガー賞は、メジャーリーグのナショナルリーグアメリカンリーグの各リーグからその年のシーズンで最も打撃に優れていた選手が、各ポジション1人ずつ、計9人が各チームの監督、コーチの投票によって選出される。指名打者制を採用しているアメリカンリーグは、投手の代わりに指名打者が選ばれる。 本賞は1980年、ケンタッキー州、ルイビルのバットメーカーであるヒラリッチブラズビー社が表彰を始める。名称は、自社商品である、ルイビルスラッガーから取られた。受賞者に贈られるトロフィーは高さ3フィートである。外野手としてのシルバースラッガー賞最多受賞選手は、1990年から2004年にかけて、ナショナルリーグで12回受賞したバリー・ボンズである。 アメリカンリーグでは、マニーラミレスの8回が最多である。ケング・リフィー・ジュニア、ブラディミール・ゲレーロ、トニー・グウィンの3選手は7回、フアン・ゴンザレス、カービー・パケット、サミー・ソーサの3選手は6回、外野手として、シルバースラッガー賞を受賞している。また2018年に、JD ・マルティネスが外野手部門と指名打者部門の2つで、同時選出され、メジャー史上初の快挙を達成した。 トニー・グウィンの打率394は外野手としてシルバースラッガー賞受賞年の選手として最高である。マグリオ・オルドニエスの打率363は外野手としてシルバースラッガー賞受賞年の選手としてアメリカンリーグ最高である。バリー・ボンズの出塁率609超打率86373本塁打は外野手として シルバースラッガー賞受賞年の選手として最高である。出塁率、長打率、本塁打の外野手として、シルバースラッガー賞受賞年の選手のアメリカンリーグ、記録は、長打率が1994年のアルバート・ベル、本塁打が1997年と1998年のケン・グリフィー・ジュニア、出塁率は2000年のマニー・ラミレスである。ラミレスの165打点は、 外野手として、シルバースラッガー賞受賞年の選手として最高である。ジェイソン・ベイトリー、ハンター・イチロー・ライアン・ブラウン・マット・ケンプ、受賞・マット・ホリデー。ありがとうございます。